ないのでなかなか来ないんですけれども、この黒い色とそれから臭い匂い、単純な形の蜜が取りやすい形のお花ですね。で、ハエをターゲットに花粉を運んでもらっている植物です。はい、皆さんお花好きかなと思うので、その花をね、鉢でね、大切に1本植物が生えてるとか、周りの環境から隔絶されるように、ガラスの部屋で作ってますよとかじゃなくて、開かれた山で周りからどんどん虫とかね、他の生き物が増えてくるような。これ皆さんどうやって降りてるんですか。はい、はい、じゃあそういうことで、そうだね、はい、まあ昼からでもいいし、バッテリーは、このレンゲショウマとキレンゲショウマですね、まあ、見比べていただいたら分かりますが、そんなに、まあ、言うほど似てないんですけれども、分類からしても全然違うんですが、似たような名前を付けられてまして、こちらのレンゲショウマはチンポウギカ、さっきのキレンゲショウマはアジサイカということでね、全く違う植物ですが似たような名前が付けられてます。撮れました。写真撮るのに途中ですね。天の高いところから葉っぱや
ら実がパッと落ちてきたりするんですね。これもかなり大きな葉っぱです。ああそうですね、顔ぐらい顔が超えました。いただきます。引き続き園内をお楽しみください。ありがとうございます。いや拍手は大丈夫です。はい、ガイドの終わりにポイントカードをお配りしてますので、そちらもぜひどうぞ。
わかんなくなるか。場所で覚えてほしい。羊みたいな場所で。かわいい。